皆さんがよく食べるお菓子の中にこんなものが入っていると思うんですけど、これ脱酸素剤と言います。この脱酸素剤の主な成分は何でしょうか？はい、正解は鉄です。1977年頃に、今の三菱ガス化学という会社が、こちらの脱酸素剤を開発しました。